後半への修正どうしますか。まあ、本当に修正が必要なのはバジャドリの方ですけど、まずファーストプレスをちゃんと決める、サイドに追い込んだ時に連動して同サイド圧縮して逆サイドの選手も絞って、バルサからスペース奪う。で、ちゃんと裏に選手が抜けてくるという裏切り。いや、でも本当、このぐらい基本が全然できてないから。で、バルサの場合は、後ろからビルドアップの時にサイドバックが張って、それによって、センターバックが運ぶんだけど、運ぶスペースが一気あるように見えるんだけど、普通にインサイドハグも落ちてくるから、そこでごっつんこしちゃうみたいな。で、レバンドスキーの周りのスペース空いてるみたいな。でも結局、バジャドリのプレスはまってないから横パスしてってウィングにつけたら、あとはウィングの外をサイドバックが追い越せるんですよ。したらもうそこで数的優位できたり、普通にデンベレとラフィーニャ対あのバジャドリのサイドバックの1対1がもう勝てすぎるから、結果中の選手たちがボールウォッチャーになったりとか、後ろから出てくる選手捕まえられなくて、ペドリのゴールとか。絶対に質的優位で勝てるところに、絶対質的優位で勝てる選手を会長に取らせたみたいな。金を使わせた力っていうか。Thank you.